八代亜紀、八代亜紀の船歌は運命の歌だった。美空ひばり編で書いたお手本の歌詞からひらめき、デモテープで感動と鳥肌。2月9日金曜日、夕刊フジ。船歌では古代で最優秀歌唱賞に輝いた八代亜紀さん。芯にしみる歌声、八代亜紀。八代亜紀が残したもの。船歌はスポーツ日本の連載企画悪友の実践的講座の最終回で、悪氏が美空ひばり編として書いたお手本の歌詞だった。写真デビュー当時の八代亜紀さん。八代亜紀、1971年これを見た文化部長と音楽プロデューサーの二刀流だった小西良太郎氏が、八代亜紀、八代亜紀に似合う詩とひらめき、親友でもある悪氏に進言したのだった。曲は北原美玲の石狩挽歌、1975年以来のヒットを模索していた浜圭介に依頼した。ところが、お手本は尺足らずだったため、急遽、小西氏が1番と2番の間に民謡、団長寝節沖のカモメに深酒させてよ、の一節を挟んで完成させたのである。私の先輩で恩師でもある小西氏のカラオケのお箱は、鶴田浩二の赤と黒のブルースで、上手だった。そして、テンションが上がると、アンコールで、鶴田浩二の団長寝節が聴けたものだ。なので、船歌の大ヒット後に、真相を問うと、彼は、あれか。偶然思い出しただけ、ただの勘だよ勘とドヤ顔で笑っていた。初めて、男歌、船歌に挑んだ八代、八代亜紀さんは、レコード会社から歌詞とデモテープを受け取って聞いたとき、感動して鳥肌が立ち、運命の歌と直感した、と述べている。ひばりさんを意識して詩を書いた悪詞も、この大ヒットを受けて、船歌で八代亜紀、八代亜紀と出会うために、僕は何年も助走をつけてきたんだと八代、八代亜紀さんにエールを送っている。船歌は79年の日本歌謡大賞の放送音楽賞、全日本有線放送大賞の特別賞を受賞。翌80年には、西悪浜のトリオによる第2弾、雨の慕情で日本レコード大賞の大賞を初受賞した。五木ひろしとの豪発戦争を制した結果で、NHK 紅白歌合戦では初トリを飾っている。八代、八代亜紀さんの実力、人気は不動のものとなり、浜は4人で作った2曲のヒットは僕にとっても大ジャンプ。作曲家としてさらなる高みへ押し上げてくれた。でも、3人ともいなくなり、残念ですと静かに話した。フリーライター中野信之。八代亜紀、八代亜紀歌手。1950年8月29日生まれ、熊本県八代市出身。71年にデビュー、73年の涙恋が出世作で、トラック野郎のアイドルに。79年、船歌が大ヒット。80年には、雨の慕情で日本レコード大賞と日本歌謡大賞の大賞をダブル受賞。2010年に文化庁長官表彰を受賞。13年には、英ニューヨークの老舗ジャズクラブ、バードランドでライブを行った。世界最古の美術展、フランスのブサロンで5年連続入選して永久会員。23年12月30日、急速進行性間質性肺炎で急逝した。73歳だった。